皆さんこんにちは。こんにちは。ミスター慶応夏期講習第6校ということで始まりました。お願いします。お願いします。はい、今回担当するのは、ミスター慶応2019ファイナリストナンバー5の三船誠司と、ミスター慶応ナンバー6の相原豊です。はい、お願いします。さあ、今回は社会科ということですね。そうですね。はい。ちょっと面白いですよね、これが。そうですね、ちょっと担当があのごっちゃになっちゃうなっていうところあると思うんですけど、ついに豊くんが僕が、あ、歴史なんですよね。はい、はい、歴史です。今回歴史の夏期講習ってことで、はい、僕が世界史を担当します。世界史、おー素晴らしいですね。はい、で、誠司くんがで、僕があの日本史に行くことになりますね。逆、はい、逆ね、普通逆、ね、うん、まあ、それがまたちょっと面白いところではあります。はい、まずどうしますか。まずはじゃあ教科書の、そうですね、教科書とか、うん、多分世界史も日本史も共通して有名な、はい、かの有名な山川の山川さんですね。間違いないです、あれは。間違いない、様々ですね。様々です。お世話になりました。そう、山川っていう、うん、あのまあよくね、高校の教科書ね、高校の教科書で使われている、まあ日本史も世界史も同じような形、世界史が青ですね、日本史が赤の教科書を、まあ、やっぱり詳しく書かれてるんで、学校の授業でしっかり、基礎を固めるっていうのは大事ですね。大事ですね。あともう一つがやっぱり資料集。資料集、うん、日本史の資料集、日本史もありました。ちなみに日本史の資料集も確か山川だったような気がしますね。必ず多分ね、あの配られると思います。はい、あの私文だったらね、やっぱり教科書はやっぱり文字が多くてやっぱり読むのが大変なので、あの資料集はね、絵もあります。そうです、楽しいんですよね。図もあります。うん、見てるだけでやっぱり楽しいので、ぜひね併用してやっていきたいと思います。はい。問題集は、問題集、うん、なんだろう。そうですね、基本的には赤本。そうだね、うん、赤本ですね、かな。やっぱりね、どうしても世界史って解き方とかないしね。そうそうそう、分かってれば大体解けるんで。そうだね。あとやっぱり単語集とか、うん、そういうのもありましたね。ありましたね。単語集はやっぱり自分の使い慣れたものを使うとやっぱりね、いいと思います。僕はなんか東進に入ってたので、まあ東進の意識、まあ、あるね、はい、あの単語集でしょ。単語集とかそういうのを使ってました。だからやっぱり教科書、山川で資料集、単語集があれば、まあ基礎を固められることはできると、うん、でまあ問題集は自分で欲しければ使うのもありだし、赤本でも十分足りるっていうことですね、うん、はい。世界史の勉強法から紹介していきます、はい、で何をしたかって、その問題集とか全然しなくて、僕はひたすら教科書、山川さんの青い教科書を何十周もした記憶、もうなんか数えてないですね、暇さえあれば。なんか英語とか数学とかは時間決めてやってたんですけど、うん、世界史は休憩みたいな感じで、暇あったらちょっとだるいな、疲れたなと思ったらそれを教科書をただ読むっていう、好きだからね、好きだからっていうのを結構してて、うん、そうですね。そしたら結構あの教科書を読むと時系列がすごい分かるんで、まずはそれを頭に入れることが世界史がすごい得意になるのと楽しくなる秘訣だと思います。なるほど。そして単語、うん、単語集はなんだっけ、東進の細かいのがあるんですけど、はいはい、ありますね。あれは本当最後の詰めとしてやっていただいて、うん、そうすれば慶応の法学部とか、まあ、小学部とか結構細かい詩文の単語が出てくるやつには結構対応できます。最後に、はい、やるべきですね。そんな感じです。じゃあ僕のね、日本史の勉強法っていうことになるんですけども、僕も実はね日本史が大好きで、高校1年生の時にまだね史文とかその理系とか分かれてない時にバーンとこう一番最初にもらった成績で、他はね5とか4とかだった、数学僕5だったんですよ。日本史3だったんですよ。普通理系行くじゃないですか、うん、できなかったけどすごい好きだったんですね。だからそれずっとやり続けて結局、はい、受験でも一番得意になったっていう、まあそういう過去がありまして、勉強法としてはまあ僕は当時の普通の授業を受けてたんですけども、まあ資料集だったり、まあその授業テキストだったり教科書だったり
を使ってノートに伝票を書いたんですね。うわうわっと、もう一冊半くらいマジうわー書いて、でいろんなこう細かい情報を入れてみたいな、自分だけのこうテキストを作った。で何か間違えた時があったら、あじゃあここにこれとこれの間にこんな出来事あったんだっていうことでこう入れていくみたいな、自分のオリジナルテキストを作って、まあ、それを何回も読み込むっていうあの勉強法をしてましたね。で負けたね。そうなんですよ。でやっぱり一番ね口調、まあ、今回一番主張したいことは、あのインプットもすごい大事なんですけど、アウトプットが大事。うまいね。うん、やっぱり暗記科目だと思われがちだけども、うん、じゃあ実際に覚えました、テストを受けてみました、あれ知ってるけど解けないみたいなことってない？ありますね。ありますね。特に、うん、ちゃん意外と理解できてないみたいな。そう、気づきますよね。知ってるんだけど、あれこれどうやって、例えばじゃあ穴開き問題になってて、源の頼朝って分かってるんだけど漢字が書けないとか、うん、なるほど。そう、シンプル。なんか1333年に鎌倉幕府が滅びたんだけど、これって北条政子が死んだ後だっけ前だっけみたいな、そういうのってアウトプットしないと意外と分かんないんですよ。なのでインプットと同じぐらいアウトプットに時間を取るとすごいいいと思います。で僕の場合は問題集じゃなくて自分の受けないところの、赤本でマーチだったりっていうのをあのすごい勉強しましたね。でめちゃめちゃ得意になりました。はい。ガサツの人はしっかり出来上がってるそうです、ね、あのテキストを読み込んで、作れる人は、時間がある人はこうやって自分で作ると愛着も湧くし、そうだね、勉強が楽しくなると思います。はい、はい、ということで今回でミスター慶応夏季講習が全て終わりになりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。これからね、まあ、天王山の夏が始まるので、はい、諦めずに、はい、それが一番大事です。そうです。頑張ってください。応援します。